このオレンジのやつ一つとベリーヨーグルト。うまい？うん。絶好調じゃん。バカにしてるよね、絶対。カノです。ピノです。始まりました。TGC! イエーイ！ということで、今回はですね、はい、TGCT の本番になります。やっとまいりましたね。やってまいりました。はい、今日はですね、スタジオコーストっていうところからお届けしているんですけれども、はいはい、今回は裏側密着ということで、キレイモさんが素晴らしいケータリングをご用意してくれてるということなので、はい、私たちが紹介していきたいと思います。楽しみね。それではチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それでは動画スタート。はい、ということでケータリングの選ぶところまでやってきました。いい感じです。食べ物と飲み物のチケットがあるんですけれども、はい、渡せばケータリングと交換してくれるということで選んでいきたいと思います。はい、見てください。これがなんかチケット交換しなくてももらえる、無料でもらえるやつ。なんかメロン、すごい、なんか1000円です。出演者の方とかが取りに来てます。飲み物を頼みたいんですけど、このオレンジのやつ一つとベリーヨーグルト。いきます。かわいい。超かわいい。夏って感じだね。見てくれ。はい、飲み物ゲットしました。乾杯。乾杯。次食べ物、もう食べ物もいっぱいありますね。サンドイッチ、ルーローハン、ビーガンハンバーグ。ルーローハン一つとビーガンハンバーグ一つ。はい、ありがとうございます。え、めっちゃ美味しそう。無理。え、台湾のご飯。ありがとうございます。え、めっちゃ美味しそう。こんな感じの形品みたいな。スイーツがガトーショコラ一つとケーキとチーズケーキ。はい、お願いします。なんかちゃんとフルーツとかデザートとかもあって、めっちゃすごくない？なんかディズニーなのに。かわいい、かわいい、見て。え、ちょっと綺麗に持って帰ってる。超かわいい。一口サイズでちょうどいい。え、それな、めっちゃ大きいの来るかと思ってました。じゃあ早速食べていきます。せーの、いただきます。飲み物から飲もうと思う。飲み物じゃん。さっき頼んだ。いただきます。うん。美味しい。うん。甘酸っぱい。ブルーベリー。これ私多分オレンジですね。美味しそう。いただきます。飲んでみて。うん。美味しい？美味しい。あ、でもなんか程よくオレンジのなんか香りとかがするって感じ。ちょっと音楽が流れちゃいましたね。ということで今から食べていこうと思います。これ食べて。食べたい。まず。え、だってまずこれが無料なのやばくない？やばい。これ見て、美味しそう。超おしゃれ。え、待って、半熟みたいに。すごい、すごい、めっちゃ美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、うまい。反応バッチリだね、今日。絶好調じゃん。なんか、卵が冷たくて。冷たいんだ。夏に本当にめっちゃぴったり。食レポうまいね。ありがとうございます。父ちゃん、こっち食べてみて。わかった。え、絶対美味しい。なんかフルーツサンドみたいな感じですね。生クリームが挟まって美味しそう。じゃん。うん、うん、メロンはめっちゃ甘いし、生クリームもちょうどいい。この食レポでかわいい。え、美味しい。めっちゃ、なんで伝えればいいか分かんない。なんだろう、美味しそう。だってもう美味しそうなの。メロンが、メロンってよくない？うん、メロンめっちゃ好き。うん、私も食べたいと思います。めっちゃ、もう本格的フルーツサンド。美味しい。え、甘い。めっちゃちょうどいいよ。めっちゃ美味しい。韓国のやつみたい。これ食べたいかも。いただきます。めっちゃ美味しかった。うん、うん、めっちゃ美味しかった。卵めっちゃ冷たい、ね、めっちゃ冷たい。うん、美味しい。こっちめっちゃ好き。普通に販売してほしいね、これ。ね、確かに。それぐらい美味しい。じゃあメインの料理開けますね。私はルーローハンを頼みました。でももう匂いが美味しそう。かまして。かまして。うん、台湾の料理だよね、ルーローハン。彼女に聞いて初めて知った。なんか角煮みたいなやつとなんか入ってます。あ、タケノコ、タケノコみたいな。こんな感じになってます。え、黄色のご飯みたいな。すごい、キーマカレーじゃない？キーマカレー。違うか。で、こんな感じです。おいしそう。辛めにくらい。いきます。いただきます。うん、うん、美味しいけど、不思議な味。うん、うん、うん、だよね。なんか日本食ってよりかは外国系の味っぽい。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ匂いする。うん、うん、この、え、このでかいのタケノコ？椎茸？あ、椎茸。これ何これ？めっちゃいい匂いする。うん、うん、
ごい美味しそう。じゃあカナが選んだメイン料理はこちら、なんだっけ、なんちゃらハンバーグ、ビーガン豆腐ハンバーグ、大豆で作られてるハンバーグだからヘルシーなの。なんかこういうファッションショーとかやっぱりヘルシーななんかご飯とかを用意してくれるのめちゃくちゃ、ね、選びたくなるね、それを。でも全然豆腐っぽくない、本物のハンバーグみたいな。本物のハンバーグすごい。なんか鼻がかかってます。え、何の粉？何これ、チーズ、チーズ。あ、でもなんか結構カレーの匂いする。うん、カレーなんだろう、カレー。あ、これもこれもターメリックライス、ターメリックライス。いただきます。え、大豆っぽくない。あ、あ、入っと枝豆だ。いただきます。これは体に良さそう。うん、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 食べたら分かる、豆腐。うん、ね、めっちゃ美味しい。なんかさ、うん、どれも全部ちょっと海外っぽくない、うん、海外の料理。うん、うん、うん、うまっ。このライスめっちゃ美味しい。ヘルシーだけど、うん、全然味は美味しい。なんかそういうヘルシーな味に感じない。ほんと野菜とかまでも入ってるから、うん、体にもいい。めっちゃ美味しい、うん、これ食べてみたい。食べてみて。これ食べます。チレイモって書いてあるんですよ。うわ、すごい。でも本当にガトーショコラ、うん、めっちゃしっかりしたガトーショコラ。いただきます。うーん、濃厚。めっちゃ上のキレイモの部分何なんだろうね。なんかちょっと甘い砂糖みたいな感じかな、うん、ちょうどいいね、うん、なんかちゃんとメイン、デザート、飲み物。あとなんかサイズ感的にもめちゃくちゃちょうどいいから、それマジでそれ、うん、めっちゃいい。キレイモさんすごい、うん、うん、最後にベイクドチーズケーキ、はい、いただきます。なんかさ、こういうイベントの時とかさ、ケータリングとか超テンション上がらない？わかる。なんか今日何のケータリングだろうみたいな、うん、ご飯何だろうってめっちゃテンション上がる。めっちゃわかる。で、こんな可愛かったら余計テンション上がるよね。うん、美味しい。なんか下がビスケットみたいな感じになってる、うん、めっちゃ本格的。すごい、マジでサイズちょうどいい、ね、多分これ大きかったらね、ちょっとくどくなっちゃうよね。美味しいです。ということでケータリング食べてきたんですけど、どうだった？え、めっちゃ美味しかった。美味しかったっていうか、なんかサイズ感的にもいいし、やっぱりヘルシーに作られてるから、ね、うこういう時にぴったりだなと思います。それめちゃくちゃなんだろう、元気出たし、ね、頑張ろうって思いました。はい、まだ今からが本番なので、マジでテンション上がるケータリング、うん、かわいいので、はい、皆さんもぜひとか言いたいけどね。確かに皆さんもぜひとか言いたいけど、ね、普通にそれぐらいめちゃくちゃ美味しかった、ね、これからもちょっと裏側密着たくさん撮っていくの で、ね、はい、お楽しみに。頑張ります。頑張ります。バイバイ。バイバイ。呼んでいきたいと思います、はい、ちょっと待って、カナが持った方がいいかも。やり直していいですか？見て、なんかチーズケーキの人、こういうクッキーです。なんか本格的